青森県市範学校、1924年。青森市範学校は、第二次世界大戦中の1943年に、青森県に設置された市範学校である。本校は、青森県市範学校、青森県女子市範学校などの前身諸校を含めて、記述する。青森県小学市範学校級、青森県市範学校は青森県神城 市範学校は青森県市範学校授業風景、1934年。青森県女子市範学校は青森県女子市範学校。青森市範学校前身の青森県市範学校から引き継いだ青森市大技作り同技ローダのコーチを使用したが、1945年7月28日の空襲で校舎を消失した。第二次世界大戦後は、 青森県内の旧軍施設を借用した後、1945年11月、広崎市の自民国民学校に移転した。翌1946年9月には、広崎城三の丸跡の旧陸軍第8、師団兵器省に移転し、男子部、女子部が統合された。同校地は、後進の新生広崎大学教育学部に引き継がれたが、1962年1月、 火災で、西校舎が全焼した。その後、教育学部校舎は、現在の文教町地区に再建、増築され、現在に至っている。前身の青森県女子市範学校から引き継いだ、青森市浦町和座屋きの校地を使用したが、1945年7月28日の空襲で校舎を消失した。第二次世界大戦後の1945年11月、 弘前市の朝日国民学校に移転し、さらに1946年9月、弘前城内の旧陸軍第8師団兵器所に移転し、男子部と統合された。他に、弘前大学の人物一覧も参照。各書籍の詳細は、関連書籍を参照。青森市販学校誌42ページによれば、創立60周年当時、新町高知跡地には、 日本赤十字社青森県支部野球、青森市役所の一部が存在した。青森県教育史、第1巻1174ページ。青森市販学校史46ページによれば、創立60周年当時、寺町高知跡地には、青森県立病院が存在した。同病院は1945年に、戦災で壊滅した。広崎医科大学を参照。 広崎大学教育学部の130年、そして未来へ記念パンフレット、PDF、約12.2メガバイト4ページ目。官報第2284号によると、校長の任命は1891年2月12日で、現職は、教育研教頭。官報第3199号、対象12年4月2日。官報第4865号、 昭和18年4月2日。AB 漢方第5664号。昭和20年11月28日。ありがとうございます。